マラカルは南スーダン北東部の上、ナイル地方北東部の東部ナイル州の州都である。2014年時点の人口は14万7450人であった。白ナイル川の下市に位置し、市の北でソバト川が合流する。首都、ジュバからは北に約650キロメートル離れている。1983年から2005年の第二次。 スーダン内戦中はマラカルにはスーダン軍の駐屯地が置かれていた。2006年11月にスーダン軍と南スーダンのスーダン人民解放軍はマラカルにて衝突し、一時期は和平協定の維持が危ぶまれた。2011年7月9日に南スーダンが独立したと同時にスーダン軍は撤退した。町の住民の多くはこの地方に古くから居住してきた。 ディンカ人、ヌエル人、シルク人である。しかし、他地方からの移住者も多く見られる。マラカルに駐屯する南スーダン軍の兵士は、バハル・アルガザール地方の出身が多い。マラカルでは、ワルワルと呼ばれる、茹でた小麦粉の団子や、ホールと呼ばれるピーナッツを用いた料理が、よく食べられる。マラカルと東のエチオピア国境にある、クルムクの町を結ぶ道路は2010年現在、 補装回収中で2013年5月の完成が予定されている。マラカルにはまたジュバ空港と並ぶ南スーダンに2つしかない国際空港であるマラカル空港が設置されている。白ナイル川には河口が整備されており、北はスーダンの首都ハルツームまで、南はレイク州のアドクまで船舶の航行が可能である。ありがとうございます。